中国の竜では中国における竜について記述する。竜は本来的には中国の神話、伝承や造形美術に見られる想像上の動物を指すが、その概念は日本、朝鮮、ベトナムにも伝播し、それぞれの文化に組み込まれている。また西洋のドラゴンも竜と翻訳され、逆に東洋の竜は西洋語ではドラゴンなどと訳される。ここでは、 主として、中国固有の竜について述べる。竜は亀、魚、あるいは空想的な生き物など様々な姿をしているが、一般的には、四足の蛇に似た姿で描かれる。音名の用語では、飛は竜であり、またしばしば鳳凰と並列される。東洋における竜山からは、ギリシャ神話におけるケイトスに影響を受けたという意見も、ある。中国の竜は、伝統的に、 特に水、降雨、台風、洪水を制御する、強力で縁起の良い力を象徴している。さらに、鬼人の力、強さ、そして幸運の象徴でもある。中国の皇帝にとっても、龍は常に皇帝の権力と強さの象徴だった。日常的な中国語では、実力や気品のある人々は龍に例えられる。これに対して、実力や、 気品のない人々は虫に例えられる。中国のことわざや慣用句のいくつかは龍に言及している。例えば、もちこ清流などである。龍の礼服を着た、乾隆帝歴史上、龍は皇帝の象徴だった。新末には、真の国旗に使用された。龍は中国の国将として、欧米で使用されることがあった。しかし、中華人民共和国と、 中華民国の両方で国の象徴という使い方は一般的ではない。代わりに文化の象徴として一般に使われる。香港ではブランド香港の衣装の一部となっており、国際的なブランド名として香港をプロモーションするシンボルとされている。ヨーロッパの影響を受けた文化では、竜は攻撃的、光戦的な意味合いを持っており、そのために 中国政府が竜をシンボルとして使いたがらないと推測されている。中国人は民族的アイデンティティの印として竜の子孫という言葉を使うことがある。1970年代に始まった一つの潮流では中国以外のアジアの人は自己表現のために動物のシンボルを探していた。モンゴルは狼、チベットは猿が使用された。今日の中国文化では 竜は主に装飾で使われる。竜を見にくく描写するのはタブーである。八百六十二年から九百十二年までの新国国旗には青龍に似た一章の竜が使われていた。ほか、九百十三年から九百二十八年までの中華民国の国章にも十二章の一つとして竜が使われていた。中国の竜はトーテムや自然の生き物を様式化した描写を起源に、 神話の動物へと進化した、500年かため水地、水地千年かため竜、最500年ためつ竜、1千年ため王竜。古典学者であるキキイチタは、竜は古代の部族構想の過程で蛇など、複数のトーテムが吸収、合成されて作り出された、という説を述べている。中国文化における竜の存在は、紀元前5000年期の行商文化まで遡る。 1987年に河南省で数千年前の竜の像が発見された。また、コイル状の翡翠の装飾品は、紀元前4700から紀元前2900年までの頃の鉱山文化から出土している。コイル状のヘビや竜の様式は、初期の中国文化において重要な役割を果たした。陰時代以降の翡翠の竜のお守りと同様に、 中国語最古の竜の文字はコイル状の形態を有する。豚、虎、鳥のほか竜を刻んだものも見つかっている。胃の竜、または玉胃の竜と呼ばれる鉱山文化の玉竜の造形は単純であり、竜が円形になっているものが多いが、後期になると万竜、盆竜などの区別がはっきりとしてくる。考古学者の中には、後に、 中原で始まった竜への崇拝は、鉱山文化にその源を発するという見方もある。明論の化石。本種が眠る時に、原生の鳥類と同様の姿勢をとっていたと考えられるため、眠る竜を意味する明論と名付けられた。古代中国では発掘された恐竜の骨が竜の骨と呼ばれ、記録に残された。例えば、西暦300年頃の常、歌陽国史は、 四川省の地中から出た竜の骨について記録に残している。内陸部の村人は伝統薬で使うため、長きにわたって竜の骨の化石を発掘しており、今日でも続いている。中国で多様な恐竜が発見されており、学名、メーロ論は眠る竜を意味する。メーロ論の化石は、尻尾で全身を囲みながら、全身の一つ下に花を寄せて、 眠ったコイルの姿で発見されている。竜と水の関係の起源は、インドのナーガに遡り、仏教を介して、中国に伝わり竜と集合した。ナーガはコブラを神格化した蛇神だったが、コブラが生息していない中国では、漢訳経典において、竜と翻訳された。竜は地上に雨をもたらす水神とみなされたが、竜が雨を降らせるか否かはしばしば、玉光大帝など、 地位の高い神の命令に基づいていた。民間信仰においても、竜王は玉皇大帝の支配下にあって、その命令に従っており、竜王が天皇を自由に制御することはできないと認識されることがあった。玉皇大帝が降雨を禁じたにもかかわらずこれに背いて雨を降らせたために罰せられる竜の伝説が中国の各地に残っている。石皇省の 玉柱盆の伝承では、大晦日に、生贄がなかったのを起こった、玉光大帝が三年の間、降雨を止めるように、龍たちに命じたが、急流家内の玉柱竜が命令に従わずに雨を降らせ、地上に千年間落とされるという罰を、玉光大帝から受けている。また、厚生相続自治区に残る、金竜と魚の伝承では、三年の間降雨を禁じた。 玉光の命に背いた金竜が天の陽池で鉄の鎖に拘束される罰を受けている。旧暦2月2日の年中行事、竜大統にまつわる先生章の伝説では玉光大帝の命令に背いて雨を降らせた玉龍が地上の山に閉じ込められる。竜、特にそれぞれの足に5つの爪がある竜は中国の多くの王朝において皇帝の象徴だった。神では 皇帝の竜は黄色、または金で、秋代では赤色だった。帝位は竜の玉座と呼ばれていた。後期の神では国旗に竜が採用された。竜は北京の四金城などの工具や王墓の段差で彫刻となっている。三皇帝と呼ばれる古代の帝王のうち皇帝と仏義は竜体を持つと言われる。また竜は随獣であり、 その権限は天使の徳と関係づけられて考えられた。いくつかの中国の伝説では皇帝は竜の形をした母藩を持って生まれたという。例えば竜のあざを持って生まれ、ついには元王朝を倒して新王朝を建てる農民の物語が伝わる。別の伝説では敵から隠れていた王子が竜のあざで王子であると証明される。一方、皇后は 多くの場合、鳳凰と同定されている。竜は、帝王の象徴とされるため、帝王にまつわるものには、竜がつくことが多い。竜影、竜岩、根領、竜鳳。水や天候を支配する竜王の礼拝は、多くの地域で続いており、旧正月のお祝いなど中国の文化、伝統に深く根付いている。雲は竜に従い、風は虎に従う、という中国の故事にちなみ、 雨乞いとしての竜舞や、防災祈願としての虎舞が、アジア各地に伝承されている。死後、天国へ行けるよう竜の置物は墓に備えられた。竜や竜のような描写は、中国全土の新石器時代の遺跡で広く、発見されている。龍の最も初期の描写が、流竜久保文化の遺跡で発見された。西安で、行商文化の遺跡では、 竜をモチーフとする粘土の鉢が作られている。領書文化も竜のような様式が作られている。現在の内モンゴルにある鉱山文化の遺跡ではピックドラゴンの様式で翡翠の竜のお守りが作られている。そのような初期の形式はピックドラゴンだった。それはイノシシに似た頭部を持ちコイルの形をしている細長い生き物である。中国文学や神話では 多くの有名な竜が語られる。言語学者、マイケル・カーは、中国の古典に記されている百物古代の竜の名前をもとに分析している。南宋時代の博物詩、自画翼では、竜の姿を三定九に、つまり首腕の付け根腰尾の各部分の長さが等しく、角は鹿、頭はだ、目はウサギ、胴体は蛇、腹は芯、背中の鱗は魚、爪は鷹。 手のひらは虎、耳は牛にそれぞれ煮るという。秋代のいくつかの書物では、達尾九子という竜の子供について記されている。明の初代皇帝は、元の貴族を踏襲し、皇帝の象徴である竜は五つの足の指を、帝国の監修としての貴族や高級管理へ向けられた。竜は四つの爪を持つと定めた。三つ爪の竜は、下級管理や一般大衆に愛用された。 しかし、提出に密接に関連した選ばれた皇族だけが様々な象徴的な色彩を大抵は持つ竜を利用できた。皇帝を除いたいかなる人物でも完全に金色ない筒爪の竜を利用するのは死罪であった。適切な爪の数や色を利用しなかった場合、罪人の一族もろとも処刑するに値する反逆罪とされた。五つの足の指の規則は、 1336年、元の時代に施行されたのが最初である。麒麟、卵大鳥、白ウサギ、霊子、足の指五つ、各二つの竜、八竜、九竜、一万ひさし、福寿あざ、王土色などの服を庶民が着ることを禁じていた。こうした規制にもかかわらず、竜門は一般庶民にも人気があった。民末新書には密かに焼かれた。 民間妖精の5つ目流門が出回っており、県流帝は流門の独占を諦める御琴のりを出した。九流図九の数は中国で天の数とされ、中国の龍は頻繁に九の数に関連付けられる。例えば、中国の龍は通常9つの特徴から説明され、117枚の鱗、影が36を持つとされる。 このことが、竜が9つの形態を持ち、達を休止を設けた理由でもある。旧竜壁は異なる9つの竜が描写された精神的な壁であり、中国の宮殿や庭園に置かれている。旧は皇帝の数とされていたため、最高位の管理のみが9つの竜のあしらわれた上着を着たが、そのローブを竹長の街灯で完全に覆った。 低級の管理はやっつかいつつの竜のあしらわれた上着を着て、再び竹長の街頭で折った。ただ、皇帝自身も9つの竜の描かれた上着のうち、1匹は見えないように隠されていた。中国には、九竜と呼ばれる場所が数多くあり、最も有名なのは、香港の九竜である。ベトナムでは、メコン川の一部が、クロングとして知られ、これも同じ意味である。 竜を意味する竜は、十二死における十二種類の動物の一つである。十二の動物のうち、唯一伝説上の生き物である。五感の王三鶴、論考こと読編に、立ため竜、見た目蛇。竜三、これくらい在等難とあるのが、確かめられる最も古い記述である。なぜ竜だけが、伝説上の動物になったのかは未だに、議論の的であり、定説がない。 竜は実在の生物をモチーフとし、後に伝説化したという説がある。清流は天の四方の方角を司る霊獣の一つである。東の清流のほか、南の素削、西の白虎、北の玄武がいる。中国の旧正月や開店、新築祝いなどのお祭りでは、竜の人形の踊りがよく催される。布と木でできた竜の人形を人が操る。 ドラムなど音楽の伴奏に振り付けに従って動かす。竜は意外な霊獣とされるため、漢字文化圏では人名によく使用される。竜子は虎と竜のような強大な力量を持ち、実力が白昼する二人の英雄豪傑を比喩する言葉として現代でも使われている。恋の滝登りは恋が滝を登ると竜になる東竜門という中国の古事伝承にちなむ。 また、竜頭ビというように、竜を偉大な存在に、蛇を、ひらいさおな存在に例えて用いられることもある。甲賀は、古来その形状から竜に例えられた。風水における気の流れは、竜脈と称された。また、中国の古事や和楽器のことは、竜に見立てられており、竜角、竜尾、竜眼など多くの部分が、竜の体の部分にちなんだ名称で呼ばれる。 マージャンでは三元杯を竜に例えることがある。またドラは三元杯をドラゴンと呼んだことに由来したもの。竜の顎には一枚だけ逆さになった鱗があり、これに触ると必ず殺されるという。ありがとうございます。